皆さん、中園研究室へようこそ。私たちの研究室では分子を組織化する超分子化学を応用した機能性高分子の合成について研究しています。私たちの便利で快適な生活を支える高分子材料には、用途に応じた耐熱性や力学特性のほか、使用環境に耐える特性を備えた多種多様な高分子が使われてきました。しかし、持続可能な社会の実現に向け、今高分子材料に対してより環境負荷が小さく、リサイクル可能な材料への変換や使用量削減に向けて、より高度な機能と物性を持つ高分子材料の開発が求められています。私たちの研究室でも、こうした問題の解決に向けて、現在ゴムや接着剤、塗料などに用いられる過強高分子の高機能化を目指した研究を行っています。皆さんは、3次元ネットワーク構造を持つ高分子である過強高分子について知っていますか？高分子同士を連結する過強は、高分子の機能化法の一つです。例えば、ゴムの伸び縮みする特性は過強によって生まれます。最近、この過強構造を分子レベルで精密設計することにより、高分子の潜在的な特性を最大限引き出す研究が注目されています。特に、ロタキサン過強高分子は、知恵の輪のように分子が絡み合った超分子であるロタキサンを応用した画期的な過強高分子です。ロタキサン構造により高分子を過強すると、過強点が滑車のように働くために、よく伸びて強い高分子材料になるのです。実際に合成したフィルムで比べてみましょう。同じ高分子をロタキサン過強したフィルムと化学過強したフィルムを引っ張ってみます。ロタキサン過強フィルムはとてもよく伸びますね。ロタキサン過強高分子は、今や世界も注目する日本初の材料です。私たちはロタキサン過強の効果を分子レベルで解明し、汎用高分子への応用を目指して研究を行っています。研究室では日々、新しい有機分子や高分子の合成と分析に取り組んでいます。また、学内外の高分子物性やシミュレーションの専門家ともオンライン会議を通じて意見交換しながら研究を進め、学会等での成果発表も積極的に行っています。超分子化学が分子を集積して機能を生み出す化学であるように、研究室でも、人も分子も力を合わせてを合言葉に、教育研究活動に取り組んでいます。